陸上自衛隊職種普通科大隊機。主に対戦車隊に対して授与されており、編成上2差を長としているので、大機は日本戦の普通科部隊機が授与される、普通科中隊機で、編成上3差を長とする部隊、普通科連隊の0課中隊や師団等直轄の、普通科職種中隊等はこの旗が授与される、陸上自衛隊における、普通科は、職種の一つで、軍隊における、不評価相当の呼称である。陸上自衛隊の中では最も基本となる職種であり、人員も多い。職種標識の色は赤。師団等あるいは、諸職種連合部隊の旗艦部隊となり、各種戦術行動において、主として、近接戦闘により敵を撃破、または捕捉し、あるいは必要な地域を占領確保するのを任務とする。89式 5.56mm 小銃、06。式小銃敵弾やミニミ系機関銃など消火器による直接照準火力 L1681mm 迫撃砲や 120mm 迫撃砲 RT など迫撃砲による間接照準火力中距離多目的誘導弾や01式系対戦車誘導弾など対戦車兵器による大機甲火力、そして普通科隊員による近接戦闘能力を備えている。各種車両、または徒歩で行動し、いわゆる機械化不評部隊、あるいはヘリボーン部隊等として行動することもある。また、空挺部隊や水陸両用部隊の骨幹をなす職種でもある。2013年度現在各方面隊に置かれている師団及び旅団の普通科連隊に関しては、中期防衛力整備計画により一部の師団、旅団が機動師団、旅団編成への改編に伴い、各普通科連隊においては、普通科中隊対戦車小隊を廃止し、連隊長直轄部隊として、本部管理中隊0課に対戦車小隊を編成する予定が組まれている。また、旅団においては、特科部隊の整理縮小に伴う火力の減少を考慮し、機動運用が容易な重迫撃砲を重点的に整備する観点から、重迫撃砲中隊を再編する予定も同時に組み込まれている。普通科連隊の標準的な編成図小銃小隊の標準的な編成図普通科連隊は、師団、方面混成団における最大規模の普通科部隊であり、通常、最も標準的な戦術単位として運用される。指揮官たる連隊長には一等陸佐が補せられる。1962年以前の管区隊編成時は、3個、小銃中隊、1個重火器中隊からなる、普通科大隊3個と重迫撃砲中隊と、戦車中隊各1個で編成されていた。第20普通科連隊師団タイプの普通科連隊を構成する部隊は、下記の通りである。なお、師団0課の普通科連隊は、その編成上、対応可能な能力に応じて、甲と乙に分割される。甲編成には4個普通科中隊、重破様中隊、対戦車中隊を旗艦とするものと、6個普通科中隊と重破様中隊を旗艦とするものがあり、前者は現在存在せず、後者は第7師団0課の普通科連隊がこれにあたる。乙編成は対戦車中隊を省くもので、上記部隊を除くすべての普通科連隊が該当する。なお、成形中枢型師団の0課部隊はいずれも5個、普通科中隊機関となっている。1995年時点の乙編成第32、普通科連隊の場合、各中隊の定数は、本部管理中隊が212名、普通科中隊が195名、重迫撃砲中隊が143名であった。方面混成団0課の普通科連隊においても10、破様中隊を0課に編成する部隊はこちらに該当する。かつて高機動車が配備される以前までは、本部管理中隊に輸送小隊が編成され、0課の普通科中隊小銃小隊の輸送を担当していたが、普通科中隊に高機動車が導入され車両化されると廃止され、要員は連隊0課の各中隊や師団輸送隊等へ移動となっている。輸送小隊には、主に73式小型トラック8両と73式大型トラック10両程度が配備され、野営や演習等ではそれぞれ小銃小隊等に配備され、輸送業務を担当していた。以前は各連隊の第4中隊を教育中隊へ特化していたが、順次整理され現在のコア部隊は各方面混成団の部隊となっている。本部管理中隊普通科中隊、総合近代科師団は6個中隊で0課に、対戦車小隊は保有せず、成形中枢型師団は5個中隊、その他の師団は4個中隊を機関とする。重迫撃砲中隊普通科連隊に対して、間接照準による直遠火力を提供する。第1師団では、成形中枢師団への改編に伴い、平成13年度末に一度廃止されたが、平成22年度末に再編成された。対戦車中隊79式隊、終艇対戦車誘導弾、中距離多目的誘導弾を装備し、連隊に対して対戦車火力を提供していた。第2師団では、師団直轄の対終艇対戦車中隊を編成するため、平成22年度末で、0課普通科連隊の対戦車中隊を廃止した。第10師団0課の普通科連隊は2014年3月。第8師団0課の普通科連隊は2018年3月に廃止されている。一方、2018年3月に新編した水陸機動連隊には中距離多目的誘導弾装備の対戦車中隊を編成している。教育隊詳細は教育隊を参照第15普通科連隊西部方面普通科連隊普通科連隊は旅団における最大規模の普通科部隊であり、通常、最も標準的な戦術単位として運用される。平成8から12年度中規模で発動された旅団化改編において新設された新しい部隊編成であり、連隊長としては一等陸佐が補せられるが、戦闘序列上は師団0課の普通科連隊と同列に置かれている。普通科連隊は基本的に師団0課の普通科連隊のコンパクト版とされている。師団0課の普通科連隊と比べて、などの差異があり、これにより定員は650名に減少している。また、旅団0課の連隊の他にも、陸上総隊直轄の中央即応連隊、西部方面隊直轄の西部方面普通科連隊、水陸機動団の水陸機動連隊も、普通科連隊に準じた編成を採用している。なお、当初は、方面混成団にも普通科連隊が存在したが、現在、方面混成団の普通科連隊は、すべて4個中隊機関、重迫撃砲中隊編成となっている。第1空挺団普通科大隊普通科大隊は、第1空挺団における最大規模の普通科部隊である。現在、大隊編成の普通科部隊は、陸上自衛隊において第1空挺団以外には、編成されていない。3個普通科中隊を機関とするという点では、普通科連隊と同様であるが、以下の点で相違がある。などの差異があり、定員は約380名と、より小規模なものとなっている。なお、当初は 81mm 迫撃砲 L16 を保有する迫撃砲中隊が代替火力として編組されていたが、2008年3月末をもって廃止され、普通科連隊と同様にナンバー中隊に3分割されて迫撃砲小隊となった。本部中隊普通科中隊詳細は対戦車隊を参照旅団対戦車中隊、対終艇対戦車隊は普通科部隊の中でも対機構、対終艇火力に特化した普通科部隊である。部隊は100人程度の中隊規模と他の普通科部隊よりも人員が少ない。かつては対戦車隊として、師団、旅団0課において60式 106mm 無反動砲や64式対戦車誘導弾等を装備していたが、旅団対戦車中隊として現存するのは、第12対戦車中隊のみである。なお、第12対戦車中隊は、第12旅団の戦車部隊が廃止されたため、不足する旅団の対機構火力を維持するために3個。射撃小隊機関で引き続き編成されている。対終艇対戦車隊は96式多目的誘導弾システムを装備し、対機構火力に加え、上陸用終艇に対する火力を強化した部隊である。方面対0課に待機型機で編成され、第2師団では中隊規模で編成されている。西部方面対零化部隊は西部方面からという名を冠しているが、平時は特定の師団に隷属し、有事の際は方面対零属となる特殊な運用を行っている。以下の連隊は本艦中隊にも装甲車が少数配備されている。装甲車装備中隊の記載がない場合は不明。詳細は即応機動連隊を参照普通科連隊ではないが、下記の部隊も同種の編成装備表を採用している。ありがとうございます。